プエルトプラタは、ドミニカ共和国の州、及び、同盟の州との都市である。都市を指す場合の正式名称は、サンフェリペデプエルトプラタであるが、単純に、プエルトプラタ市と呼ぶことが多い。人口約13万人。プエルトプラタとはスペイン語で、銀の港の意味である。歴史家は、プエルトプラタの設立した都市付きを特定できていない。年の北海岸に、 港が存在していたというニコラス・デオ・バンドーの記録により1502年という説がある。1555年頃にはプエルト・プラタの港町としての重要性は低下しており、海賊の品質するアンティル諸島の一地区となっていた。クリストファー・コロンブスが第1回目の航海の時、付近の山の頂が頻繁に霧に覆われ、銀色に見えるので、その山を 銀色の山モンティーデ・プラタと名付け、港の名前も銀色の港プエルト・プラタとなった。クリストファー・コロンブスとその弟のバルトロメ・コロンブスが1496年に、ニコラス・デオ・バンドウが1502年に町を設計した。スペイン植民地としての初期段階において、町は、島の商業と港湾の中心と考えられていた。1605年、英国の海賊の勢力拡大を妨げようと、 スペイン王の命によりがいは放棄されたため、人口が減少し荒廃した。プエルト・プラタ港の戦いで、アメリカ海軍は島に上陸し、フランス軍及びホルタレザでサンフェリペを襲撃した。フランスの死略船サンドウィッチ・サンドウィッチを捕獲し、城壁の武装を解除して、アメリカ海軍は勝利を挙げて撤退した。これは1798年から1800年に、 フランスとアメリカの間で起きた戦線布告のない疑似戦争中の出来事である。100年後、町にはカナリア諸島からの農民が再度移住していた。1822年から1844年まで、島はハイチの支配下にあった。1844年にドミニカ共和国となり、町は再び開示的、商業的な重要性を取り戻した。町は、 ヨーロッパからの移民の影響のもとで発展し、島の他の町とは違う、独自の文化的、社会的な形跡を残した。1863年の復興戦争中、町は徹底的に破壊された。1865年初頭より、現在あるプエルトプラタの建設が開始された。そのため、現存する建築に、ビクトリア様式が多く残っている。 ドミニカ共和国の中でもリゾート地としての観光開発が盛んで、プエルト・プラタの東港、プラジャ・ドラーダやコスタ・ドラーダと呼ばれる地域では特にリゾートホテルが林立している。カリブ海地域唯一のロープウェイが市内から793メートルのピコ・イサベルでトーレス山に設置されている。山頂付近にはリオデジャネイロのものと同じようなキリスト像がある。 プエルト・プラタの港湾近くには16世紀に建造され、ラファエル・トロヒーヨの長期独裁政権時代には監獄として使用されたサンフェリーペ要塞がある。クリストファー・コロンブスが入植した新世界で初めてのヨーロッパ人の入植地ラ・イサベラはここプエルト・プラタにある。プエルト・プラタ空港とも呼ばれる。IATA 空港コードは POP、ICAO コードは MDPP。 リゾート客のチャーター機の発着が多い。ありがとうございます。